今日は2人のゲストをお迎えしています。1人は参議院議員の山本太郎さん、もう一つは、元新右翼の維新会の最高顧問だった鈴木邦夫さん。この2人に、いろんなことを喋ってもらいたいんです。私一番最初に来た時に、実は火星移住計画という問題は何かというと、もし、火星にあなたたちがリーダーとして1万人を連れて火星に行ってどういう社会を築くかっていう問題でした。で、全部自分たちで考えると、要するに憲法も自分で作れ、法律も作れ、エネルギー問題、それから、食料問題、安全保障、すべて自分で考えるという、課題でした。それは何を問うかというと、このあなたたち自身が考えてもらう、どういう国づくりをしたいのか、どういう社会を作っていきたいのか、自分で考えるということをやってもらいたかったからです。で、今日はそれをこの講座で、山本太郎さんと鈴木作美さんに、最終的には彼らがどういう国を目指しているのか、あるいはどういう社会がいいと思っているのかを、そういう方向に向かって話していきたいんですけども、でもやっぱり話は具体的にいきたいので、国際状況あるいは日本の社会、みんないろんな問題を抱えています。その具体例を2人がどう考えているのかを、お互い自分の意見をぶつかり合って、語っていただきたいんですけども、山本太郎さんから最初に話をいただきます。おはようございます。参議院議員やってます、山本太郎と申します。自由党という政党に属してます。自由党っていう政党聞いたことある人いますか？遠慮しなくていいんですよ。知らなかったら気遣って手を挙げないでくださいね。ありがとうございます。そこで小沢一郎という人間と一緒に共同代表をやってまして、小沢一郎って聞いたことある人いますか？ありがとうございます。共同代表やってまして、すごく小さな政党なんですね。ミニ政党、6人しかいません。で、政党として認められる、公に認められる、のは、現職の議員5人からなんですけど、6人しかいない、ね、もうギリギリで何とか政党をやってるっていうような状態です。で、学生さんの前でほとんど喋ったことがないので、どんなふうに喋ったらいいのかなっていうのをちょっといろいろ考えてみたんですけど、答えが出ないんでも考えないことにしました。で、ちょっと皆さんともやり取りしながら進めていけたらいいなと思うんですけれども、政治に興味があるって方どれくらいいらっしゃいますか？あ、平均的日本人ですね、もうおそらくね多くの方々がそれどころじゃないっていう感じなんですかね。政治に興味があると、手を挙げた方、おそらくこの中の3割いなかったっていう感じなのかな。逆光でちょっと見えなかっただけかもしれませんけれども。なるほど。政治と自分っていうのはあんまり関係のないことなんだっていうふうに思われてる方はどれくらいいらっしゃいますか？あ、自分と政治はすごく関わりがあるにもかかわらず、政治には興味が持たない、政治には興味持たないっていう状態だってことなんですよね。これ責めてるわけじゃないんですよ。で、じゃあ、美術っていうかアートの世界と政治っていうのはどうですかね。深く関わってますかね。関わってると思われる方どれくらいいらっしゃいますか？なるほど。政治に興味がありますかっていう質問で、自分と政治深くつながりがありますかっていう質問に、質問に対する答えよりも今のが手が上がってますよね。美術っていうか、そのアートの世界と政治っていうのは密接なんだっていう話なんですね。まあ皆さんそれはそうですね、ご存知の通り。じゃあどうして、美術の勉強されてる、アートの勉強されてる皆さんが今の政治に興味を持てないのかっていう部分なんですけど、おそらく政治がどういう重要性があるのかっていう部分、政治と自分がどうつながっていって結果どうなっていくのかっていうことに関して、おそらく学校で深く教育されてなかったんじゃないかなっていうふうに推察するんですけど、そんなことないですか？私自身、勉強してなかったっていうのもあります。でも社会科とかね、公民とかに興味あったんですよ。社会出てからもなんか役に立ちそうじゃないですか。でも数学とかってよく分かんないでしょ。だから数学は全然勉強してなかったんです。そういうこともあって高校1年生2回やってるんですね。入学式も2回出てるんですよ。
でも結局卒業できないまま芸能界に入ったんですけど、私もともと芸能人だったんですよね、16歳の時から。で今42歳なんですけど、まあ一番自分自身が興味がない、政治なんて政治家なんてってよく分かってないけれども、こうなんすかね、斜めから見て興味を持たないっていうようなことを勝手に決めて、ずっと人生生きてきたんですよ。20年ぐらい役者やってて、でまあ原発事故、東北の震災があってから目が覚めたんですよね。ああ政治に興味を持たなかった自分が、これあの世の中に山積する社会問題を作り出してた原因の一人なんだなってことに目覚めるわけなんですよ。でそこから全然違う道を進み始めるんですね。20年以上芸能界にいたのに、そこから政治の道に入ることになっていくんですよね。だから本当に無関心、全く無関心でした、私。そこからそこから始まってまだ6年ぐらいなんですよね、6、7年。だからひょっとしたら私よりも皆さんの方が世の中のことについて詳しいかもしれないですね。だから今これから喋っていくにあたって、もしも私がわからないことがあったりとかして、皆さんが知ってたりとかすることがあったら、ぜひ教えていただきたいというような進め方をしていきたいなと思うんですね。で皆さん、先ほどお話よりも私の質問ですよね、政治に興味がある人で、政治と自分はつながっている、要は政治と自分との関わりっていうのをどう感じているか、まあ、手を挙げてですけど、あと、政治とアートっていうのはつながってると思うかっていうことに関してのお話がありましたけれども、もう皆さんご存知の通りですよね。ゲルニカですか、ピカソですかね、こういうふうに、社会的、事象といいますか、世の中で起きていることにインスパイアされて作品を作っていくっていうのことが、普通にアートの世界ではあると、音楽でももちろん絵画の世界でもいろいろあると、もう皆さんご存知のことですよね。はい、もうピカソが、まあ、パリ万博に対して出展した作品であったりとか、岡本太郎さん、これ渋谷ですか、渋谷に展示されてるもんですよね、第五福竜丸が下の方に書かれていたりとかっていうようなと、これもう皆さんご存知、バンクシーですよね、パレスチナとイスラエルの間に分離壁、壁を作られて、その壁にアートとしてこんな洒落たものをね、表現として作ってくれるわけですよね。この壁を飛び越えていく様子だったりとかっていうの、なんかすごく芸術っていう、アートってすごく力があるんだな、切り取り線みたいな感じでね、表現したりとか、言葉で言うよりも伝わるものってなんかありますよね。この分離壁、この人、もともと持ってた土地に壁をいきなり作られて、でっていうようなことを言葉で語ることも可能ですけれども、こうやって本当に一発見てわかるっていうような表現って、本当にアートにしかできないことだな、素晴らしいなとも思うんですけどね。で、まあ、とうとうこのバンクシーホテルまで作っちゃったっていう、その壁の前に、壁で隔てられたホテルっていう名前の、まあ、そんな感じで、これから皆さんがどういうような人生を歩まれて、まあ、おそらくこの学校に、入られてる方のどれぐらいが自分の作品を商品として売れて生活をできる方々なのかは分かりませんけれども、中にはおそらく自分の好きなものだけ作ってっていうわけにはいかず、クライアントから発注されたことを、なんすかね、向こう側の要求に沿ってものづくりっていうのをしていかなきゃいけないっていうような中にも入る方もいらっしゃると思うんですね。役者なんてそうなんですよ。私20年やってましたけど、役者が自由な表現をするっていうのはもうただの自由行為ですから、それを、統制するのが監督っていう仕事で、だから監督から発注を受けた職人なんですよね。で、監督の、求めているものに対して自分の中の一番、なんやろな、ポテンシャルの高い仕事をしていくっていうことを続けていくのが役者って仕事で、で20年やってたんですけどね、納得なんて一回もできないんですよね、当然。わあ、できなかった、できなかった。多分人によって違うかもしれないですけど、で結局じゃあ自分が一人前の職人になるまでにどれぐらいの時間がかかるかって考えたら、これおそらく80代90代でやっとなんとなく
いい役者になったって言われるような状態になるんじゃないかなと思ったら、長生きしなきゃいけないですよね。でこの話どこにつながっていくんだって話なんですけど、皆さん興味なかったらごめんなさいね。私最初、何も政治的には無関心だった人間が政治に向いていくきっかけの話をしたいんですけども、先ほど震災の話しました。で震災があって原発事故があって国の対応がちょっと納得いかなかったんですよね。とても本当のことを言ってるようには思えないっていうか、事実を、そのまま人々に情報公開してるようには見えなくて、で一番思ったことは何かっていうと、このエンターテインメントの世界だったりアートの世界っていう部分で、生きていこうと思ったら、それを認めてくれる人たち、見てくれる人だったり、それに対して意見を言ってくれる人だったり、その自分の作品を買ってくれてる人たちが長生きしてくれなきゃ困るんですよ。それだけじゃなく、その人たちがそういう文化的なことに対して出費をできるような経済的余裕があるような状況っていうのが担保されなきゃ、芸術のいろんな分野って廃れていきませんかね。映画作りましたって言ったとしても、例えば1800円の映画の代金払うのは大変だったら、なかなか人集まりませんよね。日本の映画って高いじゃないですか。それだけじゃなく、例えば私がやってた仕事だったら舞台に立ってそれをお客さんに見てもらうっていう話なんですけど、そのチケット代も出せないっていうような状況っていうのがね、多分多く広がっていったとしたら、例えば経済的な部分もそうだし、経済的、まあこれつながってますけど、人の命に関わることっていう部分に関して、これを国っていうのが軽視したりとか、まあ一定のラインからは切り捨てるっていうような、まあ要はすぐにまあ何か影響が現れない。例えば原発が爆発しました、どうして騒ぐんですかっていう話なんですよ。安全だ、安全です安全ですって言っても、爆発して国は安全です大丈夫だって言うけども、じゃあ事故起こる前なんて言ってましたかって話なんですよね。五重の壁で守られてるから大丈夫だって言ってた。じゃあその五重の壁を通り抜けて放射線が放出された先に影響はないって言い出したんですよね。それないだろう、何の冗談だよって話ですよね。でざっくり話すと2つ影響が考えられると。その放射線によって大量に浴びた場合には確定的被曝、確実にすぐに変化が出るような被曝ですよね。確定的被曝、これをする人たちは限られてるんですよね。例えば現場で作業されてる方だったりとか、そういうような人たちに限定される。もう一個、確率的被曝っていうのがあるんですよね。その人の住んでる地域や食べ物やライフスタイルによってみんなバラバラじゃないですか。だからどういう影響を受けるかわからないねっていう話なんですね。それを長い間見ていったときに、結果どうなるかわからないっていうのが普通の考え方なんですよね。因果関係がはっきりしない可能性がある。ってことは電力会社も国も逃げ切るって話なんですよ。で事故が起こってすぐに国が言ったことはこの言葉だったんですね。直ちに影響はない。これ嘘言ってないんですよ。確率的被曝を否定してないんですよ。で長期低線量被曝、長い期間低い線量を浴びながら生活していく末の影響ってものも否定してないんですよ。直ちに影響はない。今すぐは大丈夫ですよ、当たり前です。確定的被曝じゃないから。でも後々は分かりませんね。だから直ちに影響はない。それをテレビの会見で見たときに腰抜かしそうになったんですよ。うわ、本当のこと言ってんなと思って。決して問題ございませんってことは言わない。全く問題ないですよって言えばいいじゃないですか。問題なければ。国は先々何かが起こること、何かが起こる可能性っていうのは否定しないけれども、みんなを落ち着かせるために直ちに影響はないっていう言葉をチョイスしたっていう、その言葉のチョイスだったりとか、っていう部分にすごくびっくりしたんですよね。
で、まあ、ちょっと話いただきたいし申し訳ないんですけども、あ、俺はなるほどと、人々を守るっていうことはしないんだな、ある意味自分自身が切り捨てられた瞬間でもあったわけですよ。それまではちょっと国は絶対に最後まで人々を守るという自信があったんです。で、嫌な言い方すれば、高い税金払ってんだから守ってくれて当然だろうっていう意識もあったわけです、自分自身の中にね。嫌な言い方ですけど、だって半分税金で持ってかれますからね。5000万稼いだとしたらその半分持ってかれるんですよ。ありえないじゃないですか、普通に考えて。それは大事にしてくれるでしょって、少なくとも税金多く納めてる人は大事にしてくれるんじゃないのかなぐらいの幻想はあったんですけど、まあそんな小金程度を稼ぐぐらいだったら関係ないんですよね。よっぽどの、よっぽど例えば何百億とかっていうような稼ぎがある人たちには多分あらかじめ通達いくかもしれないですけれども、それ以外はもう一律に切り捨てるっていうのが国のやり方なんだなっていうのを2011年に感じて、自分自身が切り捨てられる瞬間を見て、で、じゃあこの先どうなっていくのかって考えた時に、じゃあこれ言わずにいるってこともできるわけですよね。例えばね、おかしいじゃないかっていうことを言わずに言っておく、言わずにいるっていうことも可能なんですよね。けどやっぱ我慢できなかったんですよ、自分が。どうして言わずに置くっていう選択肢が生まれるかっていうと、エンターテインメントの世界ってスポンサーがいるじゃないですか。スポンサーがいなきゃ成立しないんですよね。映画作りますっつったらみんなでお金集める、制作委員会で、テレビつけたらコマーシャルが流れてる、新聞開けば広告が載ってる、全部広告に頼ってるんですよね。ある意味広告にコントロールされてるんですよね。じゃあ例えば私が言った原発、じゃあこれどんな企業が関わってますかって言ったら、電力会社、メガバンク、ね、巨大建設会社にもう上げ出したらキリがないってなったら、これいらんこと言ったらもう仕事なくなりますよ、当然のこと。だって自分の仕事に関わるスポンサーに対して唾吐くってありえない話じゃないですか。だから芸能人あんまり言わないんですよ。どうして私が言ったかって言ったら、私がこらえ性がないからっていうだけの話なんですね。我慢できない性格だったからですっていう話なんです。で、どこまでこれ話いけばいいのか、途中で話変わった方がいいんですよね。ああ、わかりました。で、ごめんなさい、軽くね、今の状況がどうなってるか、その原発っていう話今しましたけれども、それ以外の部分で、じゃあ政治は私たちの生活を守ってくれてるっていうふうに感じてる方ってどれぐらいいますか。政治は私たちの生活を守ってくれるだろう、くれているだろうって感じる人、10人もいないぐらいなんですね、この中で。じゃあ皆さんが払ってる税金っていうのは一体何なんですかねって話になるんですよね。もう税金ではないですね、それ。おそらくもう年貢の世界ですね。税金はどうして払うかって言ったら、みんなで支え合う社会を作るためなんですけど、年貢って言ったらもう一方的に、その一番上に立つ人のために納めるものですよね。で、皆さんが積極的に国は、自分自身の生活を守ってくれる、国民の生活、生命財産を守ってくれるってことに対して、そう思うっていう方々の多くの手が上がらないというのは当然のことで、今、一番大切な部分は皆さんの生活の部分というのが、非常に厳しい状態に置かれていると。この中に、自分のバイトしてないって方どれくらいいらっしゃいますか。一定数いらっしゃるんですね。なるほど。じゃあこの中で奨学金受けてないって方どれくらいいらっしゃいますか。これ普通の大学とどう違うんかもうちょっとわからないんですけどね、手挙げさせてて申し訳ないんですけど、まあ奨学金2人に1人が受けてるっていう状態じゃないですか。どうして2人に1人っていうような数、そのうち、有利子の奨学金、利息がつくよっていう奨学金も借りなきゃいけないっていう状況にされてるかっていう話なんですけど、まあ借りたもん、お金がないんだから借りるのは当然で、借りたものを返すのが当たり前の話だろっていうふうに思うかもしれないですけど、とんでもない話で、その国に生きる人々、子供たちが将来しっかりとした納税者になっていただけるような教育を国が最大限保障するっていうのは先行投資なんですよね。
当たり前の話だと思うんですよ。ごめん、ちょっとすぐ出てくるかどうか分からへんねんけど、どうしようかな。国債の話、昨日、事務所の人に作ってもらったんやけど、その中に日本財団が出したデータがあります。話あちこち行ってごめんなさいね。なかなか、集中して聞きづらいかもしれないんですけれども、何が言いたいか、先行投資って言いました。教育は先行投資ですよ。で、その先行投資、先行投資ってことで間違いがないっていうようなデータがはっきりしてると。国がしっかりと手当てをすればするほど、それは将来的に税金として返ってくるんだって話なんですね。こんな喜ばしいことないですよね。けど今そうはなってないと。奨学金っていうのの、もう学生ローンというかサラ金みたいな話なんですね。私が国会の中で国がやってる竹富士だって言ったら、それが議事録に載らないっていう話になってますね。まあ本当のこと言ってるだけじゃないかよって話なんです。奨学金って1年間儲けてる、あ、ごめんなさいね、話あっち行ったりこっち行ったり、奨学金で儲けてるやつらがいるっていう話なんですよ。皆さんに教育を受ける、皆さんが教育を受けるために補助するためにそういうお金を貸してるんですよっていう事業じゃないんですよ。奨学金で金儲けしてるやつらがいるっていう話なんですよ。これちょっと話変わってくるでしょ。で、どういうふうに儲けてるかっていう話なんですけれども、利息返せなかったら延滞金みたいな話になっていくんですよね。で、利息だけで340億年間利益が生まれる。340億、じゃあ誰がそのうまみを吸い取るんですかって話なんですけど、金融機関が吸い取りますと。で、延滞金、これ年間で40億ぐらいなんですけど、じゃあこれ誰がうまみを吸い取るんですかって話なんですけど、これ債権を回収する人たち、溜まってますよお金、早く返してくださいっていうような取り立てやってるような人たちに回るんですよね。あまりにもありえなくないですかっていう話なんですよ。首が絞まってるのは誰のせいなんですか。それ企業側が、まあ、薄めのインセンティブ、薄めの利益として若い人たちが献上されてるっていうような状況が生まれてると。出てきますかね。国債の最後の方に、ごめんね、出てくるんだけど、すいませんね、これね1000枚ぐらいある中からね出てくるんですよ。もっとしていって、はい、ここから行こうか。はい、すいません、いいですかこれ、普及していただいて、すいません、ありがとうございます。見えますかね。これ日本財団というところが出したところなんですけど、まあ、2013年の時点で15歳の子供、これ15歳って一つの年齢だけですよ。障害所得合計、これ貧困対策ちゃんとしなきゃ、2.9 兆円少なくなるって。で、結果 1.1 兆円、これ税金の収入として減っちゃうんだって話なんですよね。で、これ下にも書いてありますけど、当時15歳、2013年15歳の人に1学年だけを対象としたものですから、子供ってもっと数いますよね。となったらどれぐらいの数になっていきますかって話なんですけど、0歳から15歳まで試算したら、これちゃんと手当てをしていけば 42.9 兆円所得として増えて、財政収入 15.9 兆円に達するって話なんですよ。で、何が言いたいかって話なんですけど、教育を受けたいっていう人たちが、自分たちに借金をして、で、利息までついて、返せなかったら延滞金もついて、で、それだけで返せなかったら身内にまで行ってっていうような状況で、どんどん首が絞まっていくっていうのが奨学金なんだけれども、そこをちゃんとやっていきゃ状況は変わっていくんですよって話なんですよ。にもかかわらずそういう先行投資はしませんって話なんですね。ちょっと話あちこち行ってしんどいかもしれないですけど、すいません、もうちょっと付き合ってくださいね。で、すいません、貯蓄の話をお願いします。で、何が言いたいかって話なんですけど、皆さんが政治、私たちを守るのは政治ではないっていうふうに思っちゃうっていうのは当然のことなんですよね。政治は皆さんのことを守りません、はっきり言って。今の政治ではどうしてか、自分たちとつながりのある者たちにしか分配しないんですよ。全くしないわけじゃないですよ。でも一番色濃く分配するのは自分たちのお仲間たちだけなんですよ。
で、どういう状況が生まれてるかってことをちょっと見ていきたいんですけれども、出ますか。はい、すいません。貯金ゼロっていう人たちがどれぐらいいますかって話なんですね。これ私が勝手に数字作ったわけじゃなくて、日本銀行の広報金融広報調査委員会っていうところが作ってるんですけれども、20歳代貯蓄ゼロ、2012年 33.8%、 2016年 59.3% なんですよ。ひどくないですか。民主党政権はひどかったとかっていうような、話があるんですけど、とんでもない。今の方が状態悪くなってんだよっていう話なんですね。で、これ各世代見ていくとこういう状況になります。20歳代貯金ゼロ 59.3、 30歳代貯金ゼロ 47.3%、 40歳代 50.1%、 50歳代 46.4%、 こんな状況なんですよ。まあそういう人たちが言っていたとしても自分には関係ないやって思っちゃいますよね。でも残念ながらこの数の多さは日本の将来をちょっと閉じるものになっちゃうんですよね。どういうことか、これが将来的に影響する何につながるかってこと、皆さん分かりますか。何につながるか、大きく分けて2つ影響があると思われるんですね。1つ何か、景気が良くならない。当たり前の話ですよね。じゃあ景気ってどうやって作られるんですかって言ったら、消費ですと。みんながお金を余分に使えるようにしなきゃなんない。 GDP の6割が消費、個人の消費、それがどんどん使われていくことにならなきゃ景気は拡大していかないんですね。で、人々の消費、お金を使う行動がもっと増えなきゃ企業が投資するっていうこともないんですよ。で、この状況です。多くの方々がこういう状況になっちゃってる。景気拡大が難しい、それが一つで、もう一つこの状況から生まれる考えられることって何がありますかね。完全に少子化になっちゃうってことなんですよね。20代30代40代で貯蓄ゼロ、こんだけの状態になってる。自分一人で生きるの精一杯なんですけどって話なんですね。家賃、光熱費、食費、通信費、そこに加えて奨学金の返済できるわけないですよね。自分一人で精一杯で、おまけに大学出て半年後に支払いが始まる奨学金で、もう大学卒業と同時に数百万円の借金を背負っちゃってる。大学院まで行くと1000万超えるみたいな。で、結婚しようって話に例えばなったとしても、借金があるっていうだけで結婚しない理由の一つにならないですかね。そういう状況の出会いがもしも、若い人たちの間にあったとしたら、これ壊滅的ですよね。で、こういう状況が生まれると少子化、これ拍車がかかるの当然です。で、国ここに何かやってますかってやってないんですよ。で、これ解決する方法っていうのは非常にシンプルなんですね。どうすればいいですかって話なんですけど、金持ちから税金取ればいいんですよ。なんだそのバカみたいな話って思うかもしれないですけど、簡単なんですよ。儲けてる企業から税金取りゃいいんですよ。金持ちから多めに取ればいいんですよ。それが税金なんです。税金の当たり前の取り方があって、多く持ってる人たちから多く取んなきゃなんないんですよ。だってないとこから取れないでしょ。当たり前の話なのに、当たり前の税の取り方がなされてない。どうしてそうなるんですかって話なんですけど、これもすごくシンプルなんです。政治に興味がある人たちが少ないからそうなるんです。どういうことか、選挙に行きます。選挙の時に、国政選挙、例えば参議院とか衆議院の時とかに、投票率どれぐらいの人が投票行きましたかっていう内容を見た時に6割ぐらいなんですよね。ってことは4割捨ててんですよ。もうこの時点でちょっと勝負決まっちゃってるんですね。で、その6割の中でも最も熱心に政治に選挙に汗を流す人たちがいます。誰でしょうかって話なんですけど、企業側なんです。大企業、組
組織票、企業献金、いろんなもので自分たちの代理人を国会の中に送り込むんですよ。送り込んだらどうなりますかって話ですけど、最終的には多数決になるので、いろんなルールチェンジ、法改正ができちゃうんです。自分たちの得になるような、ガンガンガで飲水できちゃうんですよ。当たり前ですよね。だって多数派なんだもん。たとえこの国に生きる多くの人たちにとってプラスにならないことでも、自分たちの支持者のプラスになることっていうところには、どんどん法改正が行われていってるんですよ今で。例えばじゃあこういう状況、貯金ゼロとかっていう状態がどうして生まれるかってことなんですけど、そこも関連していくんですね。今自民党ってところが政権握ってますけど、そこで一番のバックボーンっていうのが、経済団体なんですよね。日本経済団体、連合会、経団連日本、1200社ぐらいの大きな企業が関わってる、集団なんですけど、で要はここが必ず毎回命令するんですよね。注文つけるんですよ。こうしていけ、ああしていけ、これ順番にかなっていってるんですよ。何を注文するかって言ったら、俺たちが抱えてるコストを安くしてくれって言ってるんですよね。もっと利益が上がるように。で結果どうなりましたかって話なんですけど、企業をむちゃくちゃ儲けてるんですね。今大企業過去最高益、皆さんがまた生まれてるのかな、生まれてなかったかな、あのバブルの時よりも儲かってるんですって。でどうしてそんなバブルの時のように儲かる、バブルの時以上に今大企業儲かる状況になったのかっていう話なんですけど、企業に対するコストを政治がカットしていくようなルール改正をどんどん進めていったって話で、税金の話出しまっていいですか。1990年代、企業が払う税金、これ 49.98%、 もうほぼ半分に近かったんですね。それがどんどん下がっていきましたよって話なんです。2016年度には 29.97、 18年度にはもっと下がる。企業が払うべき税金が安くなっていけば、それは企業儲けが多くなりますよね。安倍政権になってから企業に対する減税は 7%、 さらに 7% 安くなったんですよ。それ以外の要因もありますけれども、結局今企業が自分自身の内側に溜め込んでる利益は400兆円超えてるんですね。 34% 増えたんですよ、この 4,5 年で。じゃあこの 4,5 年の間に 34% 給料増えた人いますかって。この 4,5 年の間に、じゃあ消費税分 8% だけでも収入増えた人いますかっていう話なんですけど、そうはいかないんですよ。企業が儲かれば働く人々にも分配されるなんていう話はもうすでにないんです。どうしてか。企業にとってのコストは2つ。1つは企業が払う税金、もう1つは働く人々だと。働く人から搾取して、企業がどんどん儲けを種もんでいってるっていう状況が現在あるってことなんですね。そうなっていったら、それは貯金をする余裕もなくなっていくだろうって話なんですよね。そうなっていくとどうなりますかって話なんですけど、結局もう将来的にこの国を支える人の数っていうのはどんどん減っていきますよね。じゃあどうなりますかって話ですけど、皆さんが作った借金とか誰が買うんですかって。あ、企業側に売ればいいんかって話もありますけどねそういう手もあるかもしれない、まあ、そういう手もあるかもしれないけども、できればいろんな人たちがね、あの皆さんの作品を楽しんでいただけるような経済状況っていうものを保った方が、多くの人たちで経済を回すっていう状態にしていかなきゃ、この国破綻しちゃうんですよね。破綻はしないにしても、形だけ国という状況が残って、国が人々に与えるサービスっていうのはどんどん削られていっちゃうっていう、すごい悲惨な話なんですけど、今そんな状況なんですよね。ちょっと行ったり来たりして申し訳なかったんですけど、まあ、ざっくり言ってこんな感じなんですよ。どうしようかな。経団連の一覧だけ。でね、さっき言いました、日本経済団体連合会、経団連、自民党のバックボーンだと。で、1200社の大企業が関わってると。
で、この企業が、企業連合が主な提言という名の命令、企業側が提言すれば必ずそれが法改正されて形になってしまうって話なんですけど、これほんの一部です。一番上見たら派遣法の改正、派遣社員が一生派遣のまま働き続けるような状況を作られたりとか、外国人労働者、結局外国人労働者受け入れたらどうなるかってことですけど、これが大量に普通に入ってくるようになると、日本でもともと生きてた働いてた人たちの賃金も下がっていきます。当然ですよね。お前の代わりはいくらだっているんだっていう社会がもっと広がるってことですよね。今でさえ自己責任社会にされてないかって、お前が頑張んなかったからだろっていう空気が蔓延してる中、こういう状況にされちゃったらもっと生きづらい世の中になるのは当然なんですよね。で、まあホワイトカラーエグゼンプションってありますけど、これ残業代ゼロですよね。で、次消費税。この消費税に関しても経団連は、2025年までに消費税 19% まで上げろって言ってるんですよ。さすがに 19% まで上がったら皆さんちょっと痺れますよね。例えばどうやろう、普通の大学通うよりも美術系の大学通う方がなんかいろんな作品を作っていく上での用具とかなんかいりそうなイメージがあるんですけどね、その全てに 19% 乗っかってくるって考えたらちょっとしんどいと思いません？どうして 19% まで上げろって経済団体が言うのかっていうと、自分たちの企業が払ってる税金もっと安くするためなんですよ。企業が払うべき税金が安くなったらこの国の収入減るじゃないですか。だからその代わりに消費税で取れっていう話なんですね。他にも武器の輸出、武器の輸出をどうして経済団体が言うんでしょう。集団的自衛権、他国の喧嘩に助太刀出すっていうふうに入っていくって話ですね。どうしてそれを経済団体が言うんでしょう。で、下行くと憲法改正、憲法の改正をどうして経団連が言うんだって話なんですね。今言った武器輸出、集団的自衛権、憲法改正、この3つは関わってる話なんですよ。要は俺たちの商売できるマーケットをもっと広げろって話なんです。武器の開発、武器の製造、武器の販売、これだけじゃ終わらないですね。これ武器の使用っていうのも入ってくるんですよ。この4つが完成した時に何が生まれるかって言ったら、この国の、この国を回してる産業の中心に軍事が入ってくるってことなんですね。それを実際にやってる国があります。どこですか？アメリカなんですね。建国して240年ぐらい、その歴史の 90% 以上戦争し続けてる理由は何か、国を回すためですっていう。だから大量破壊兵器がないって分かってるイラクにでも侵攻するし、でっち上げから戦争も始める、ベトナム戦争にしろっていうような状況が生まれていくってことなんですね。ということを経済団体が政治に対してあれをやれこれをやれってことを言っていく。しょうがないですね。これ政治は聞くしかない。どうしてか、自分たちの支持者だから、票をくれてる人だから、金をくれてる人だから。で、自分が落選した時に就職斡旋してもらってるからっていうような形で、自分たちのルールメイク、自分たち中心のルールメイクをするために代理人を本気で送り込んでるのが経済団体で、現在この国をコントロールしてるのはこの国に生きてる人々、一般の方々ではないんですよね。はっきり言って細かく見ていくと、だから何が言いたいかって話なんですけど、まあ、ちょっとなんかすいません、短い時間に詰め込みすぎた感があってちょっとついていけない部分あると思うんですけど、政治ウォッチしないとケツの毛まで抜かれますよって話なんですね。まあ、ケツの毛まで抜かれてもいいよっていう話になっていくと、これ困った話で、要は、次の世代へのバトンタッチっていうのがどんどん悲惨な状況になっていく。ひょっとしたらペンペン草も生えないような状況で次の世代にバトンタッチをしていかなきゃなんない。今すでにそうですよ。っていうふうになっていくと、かなり社会的な損失、全員が受ける影響っていうのがどんどん拡大していくっていう話だと思うんですね。政治ってすごく重要なんだなってことに、ここ6年7年でやっと気づいた私が、なんか頼んないガイドでちょっと申し訳ないんですけれども、月20万円、月15万円ぐらいで、の収入しかない人でも、
一月に10億円儲ける人でも平等な部分が1個だけあるんですよね。何かって言ったら1票なんですよね。いや自分の1票を使ったってどうにもならないやろっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、そこは横につながるしかないんですよね。企業側がっつり横につながって自分たちのやりたいことを国家の私物化を次々に進めていっているっていうような現状があるっていう話なんですよ。若い人たちの若い人たちに関しては特に政治に興味がないと言われてて、そこに対する政策も薄いじゃないですか。で、先ほど言ってた、貯蓄ゼロっていう部分に関して影響が生まれる。景気が良くなるどころか、景気がどんどん悪くなっていきます。でもう一つ少子化対策っていう部分がほとんどなされず、この国は先細っていくっていう状態にならないためにやっていくべきことは、過去最高益を上げている企業から真っ当な税金を取ってください。で、金持ちに対して金融資産、ひょっとしたら何兆って人もいるでしょう、何十億って人もいるでしょう、そういう持ってるところから取らなきゃしょうがないんだよって話が一つで、もう一つ、特に若い人たちに対して、安定、なんやろな、住まいですね。特に若い世代がそうなんですけど、若い人たちが安い値段で入れる物件ってなかなかないですよね。市営、区営、県営、都営とかっていうのはもう家族持ちだったりとか高齢者だったりとか区切りがあるんですけど、特に若い人たちにもちゃんとそこを手当てしていくっていうことをしなきゃなんない。でもう一つ、教育に対して、まあこの中には奨学金借りてる人たちの方が数は少ないかも、少なかったかもしれないですけれども、でも教育に対して負担がかからないようにする、国の財源でやっていくっていう話をちゃんとやっていくっていう話ですね。今言った3つだけなんですけど、この3つやったヨーロッパの国々は出生率上がってるんですよ。それが分かってるのにやらないんですね。じゃあそれをやらせるのは誰だ。もちろん私もその一人です。700人いる国会議員の一人だから言う。だけど残念ながら700分の1なんですよ。じゃあ誰が一番この国で力を持ってますかって話なんですよ。総理大臣じゃないんですね。総理大臣、雇われ店長と同じなんですよ。期間限定ですから。その雇われ店長が、店のことを考えずに好き勝手なことやったら店潰れますよね。同じことなんです。この国で一番力を持ってるのはこの国に生きてる皆さんなんですよね。税金払ってる皆さん、主権者の皆さんで株主でもある皆さんだという話なんですよね。そういうこの国に生きる主権者がコントロールをしていくってことをやんなきゃまずい状態になっていくんだなっていうのを現場から、非常に感じるっていうところなんですけども、まだまだ私なんかは政治のことをよく分かってないひよっこなんですけどね。今日もう一方お越しいただいている方はもう何年も何年もこの国の政治を見続け、大丈夫ですよ瞑想中でしたね今ざっくりじゃあなるな、こっちの世界に戻ってきていただける前にですね、ちょっともうちょっと1分だけ話しておこうかな。よく政治だったりとか政治に関わる内容の話で右翼とか左翼とかっていうような、分け方があると思うんですけど、右翼左翼って何かってことを説明できる方いらっしゃいますか。右翼左翼って何なんですかって僕も説明できないです。っていうか僕自身は、A か B かに分けられるのなんて納得いかないんですよ。自分を2分の1にカテゴライズされる、どっちですかって、どっちでもない私はって言いたいんですよ。で、例えば血液型とか A 型、ああ几帳面ねみたいな、ほっといてくれみたいな確かにそういう部分もあるかもしれないけれども、 A 型っていう括りで私を見るな、カテゴライズするなっていう気持ちが強い面倒くさいタイプなんで、でもですね、その今話してた政治の中でよく、色分けされる右翼左翼っていう部分のその右の部分でですね、かなり、素晴らしい、ことをですね私たちにも伝えてくださっている方がゲストのもう一人いらっしゃる鈴木邦夫さんなんですけども、鈴木さん右翼左翼
って、まあ、言葉でよく聞きますけれども、これざっくり言うとどういうことなんですかっていうことからお話ししていただいてもいいですか。すいません。この日本の経済状態の話になったんですけども、山本さんにこの大学の学生の経済状態を電通はどう見てるか、いろんな大学を、この大学はこういう学生が集まっているところだという、ことを各大学で彼らは試算というか評価してるんですけども、で、僕の大学の同級生が電通の博報堂の別の、人事担当の役員してて、そういうことをやってたんです。そしたら、むさびってどんな大学って言ったら、あ、むさびはいいとこのボンボンが行くとこだっていうことに、世の中ではなっています。で、ところが実際にはどうかっていうと、その、よく言うのは東大は、その東大の親の収入、東大の入学した親の収入は他の大学と比べて、まあ、かなり多いということが分かっています。じゃあこの大学どうかというと、やっぱり多いんです。多いんですけども、ただそういう学生ばっかりではなくて、例えば定時制を出てきましたという学生もいます。それから、母子家庭なんです。全部奨学金とバイトだけで生計立ててますというのが一種。だから、電通の資産通りではないんですね。だからいろんな学生がこの中にはいます。で、鈴木さん、まず右翼左翼って何なのか。まあ、ざっくりすぎる質問ですけどね。右翼って言われる方々はどういう方々を右翼と言われて、左翼って言われる方ってどういう方を言われるんでしょう。ざっくりで結構なんですけど、例えば保守、革新でも結構です。言い換えればまたそういう風になるんですかね。こんにちは、鈴木邦夫と申します。僕はもう長い間ずっと右翼の運動をやってきたというふうに言われてまして、自分ではその右翼に入ったつもりはなかったんですけども、なんかこうずっとやってる間にそう思われてきたんですね。山本太郎さんは左翼と言われるんですかね。左翼って言われるんですよ。いいですね。いいですか。なんかよく分かってないんで、もう勝手に決めんなと思うんですけど、左翼の方が頭が良さそうで、右翼っていうのは頭が悪そうで、もともとは右翼左翼って本当は日本語じゃないんですよね。フランス語なんですよ。というのはそのフランスでできたから、フランス革命がありましたよね。フランス革命があった時に、その後にその議会が開かれて、で議長から見て、そのなんかあの議会がこう鳥が羽を広げてるような感じだったらしいですよ。議会がただこう正方形だとか長方形だとやっぱこう話ができないし聞こえないから、なんかこう議長を囲むようにこう席があったんでしょう。そしてその議長から見て右の方はその保守派の人たちが占めてたと、で左の方は革新派の人たちが占めてたと、それで右のそれが鳥の翼のように見えたから、右の方の翼の方は右翼と言って、左の方は左翼と言ったと、そういう感じらしいんですよ。でもね、考えてみたらね、フランス革命の後ですからね、みんなどっちかというとこうなんていうかな、革新的なんですよ。です。だって王様は殺しちゃったし、それでこれからその改革をどうするかっていうふうにやってたわけでしょ。でそれでもっともっとスピードを上げて改革やるべきだというのと、まあゆっくりやるべきだというので、そのぐらいのスピードの差の違いだと思うんですよ。右翼左翼というのはフランス革命の後は、だからその時は多分右翼に対しても左翼に対してもどっちが正しいとかそういう善悪のその評価がなかったと思うんですね。で、スピードの差だと、それがだんだんとその後
ロシア革命だとかいろんなのがあって、でそれ日本に入ってきた頃はその言葉が入ってきた時は最初に左翼というのはいい言葉だと思って入ってきたんですね。なぜかというとロシア革命を通ってるから、その左翼の人たちは自分たちは左翼だという自信を持ってるし、で、その自分たちは人民のためにやってるんだと。右翼っていうのは王様だとか貴族だとか地主階級だとかそういった特権を持ってる人間のためにやってたんだ、だから自分たちは違うんだと、そういう形で入ってきたわけですね。だから最初からなんかこう善悪というのが入ってきたんですね。もともとはそのスピードが下がったわけなのに、それがそのロシア革命とかいろいろ通ることによって日本に入ってきた時は左翼というのはいいことだ、右翼というのはやっぱこう遅れたな、あるいはその、地主階級やそういった人間のを利益を代表する連中だというふうな形で入ってきたんだと思いますよ。で最初はその右翼の人たちも自分たちも右翼だと思わなかった。だから まあ右翼っていうかな、例えばその日本の国士だとかそういう愛国者だとかそういう人たちもいたんでしょうけども、そういう人たち自分のことを右翼だと思う、大体自分は右の翼だと思わないです。日本の中心だと思ってるんですね。で、それなのにその自分たちが左翼だとか右翼だとか言ったのはあくまでもこれは警察用語だったんですね。警察の分裂的にその方がまあいいだろうということで右翼左翼っていうのは使われたと。だから保守派の人も愛国者の人たちも自分は右翼だって言わない。それがどこからかその右翼だというようになったかというと1960年代の頃なんですね。それなぜかというとその日本では安保闘争がありまして、それでアイゼンハワーが来るとか来ないとかでいろいろ激しく戦ったことがありましたね日本で。であの頃その左翼が圧倒的に多かったんですね、学生が。でそれに対してじゃあ、ね、自民党だとか警察はなんとかそれをその押し込みたいというのでいろんなところからこう人間を動員したわけですね。特にそのアイゼンハワーが来るときという時にそのやったでしょう。で日本の警察だけで足りないからということで随分とそのいろんな人間たちをその動員しようとしたと。でその時にヤクザだとか宗教団体だとかそれから敵屋だとかそういう人たちに声をかけて自民党や警察に声をかけて集めようとしたと。で左翼の数に対してその反対の人間の数を集めようとした。で今まではそのヤクザとか暴力団だとか言ってな警察に対したらその怒鳴られてただけなんですけども、それは今度集められてなんか政治活動をするんだと自分たちは右翼だと言われて、あそうか俺たちは国のためにやるのか国のために左翼と戦うのかと思って自分たちがその自覚を持ってきたと。で彼らが言い出したんですよ、だから俺たちは右翼だと。でそれまではその右翼自分のことを自分で右翼だっていう人はいなかったんですね。で1960年の頃からなんですよね。でそれからそのできてきたと。でまた結構ね警察の方でも随分とその右翼を要請することをやったんですよ。ちょっとごめんなさい、警察の方で右翼を要請する。そうなんです。例えばその、はい、警察ではその皆さん警察って一つ同じだと思ってるかもしれないけどいろんな分野があるんですね。例えば刑事警察って殺人犯や泥棒を捕まえたりする、あと交通警察、交通事故をその防止したりするし、もう一つはね、公安警察って言うんですよ。公安、公の安全って書きますけども、それは
日本の右翼や左翼やそういう連中を取り締まると、共産党も取り締まってるんです本当は。で、これは一番とね、ものすごくそのエリート意識が強いんですよ。例えばその殺人犯や泥棒やそういう人間がと増えたって別にそれで日本人が危ないわけじゃないと。ところが右翼や左翼やそういう人間が増えたら日本は危ないと、壊されると。だから我々が一番国のためを思ってその仕事してるんだというふうに公安の連中は思ってるんですよ。で、公安っていうのは2種類あるんですね。一つはその警察の、公安、それもう一つは法務省の、役人で公安調査庁官、そういう人がいます。まあほとんどその右翼左翼を担当するのはその警察の中の公安なんですけどね。彼らはもちろんその右翼左翼が日本で暴れてたら危ないんでそれをその取り締まるということですけども、でも実際問題として法案が日本の、平和を守っていると一つもありません。で、左翼や右翼の暴発を阻止したことも一つもありません。むしろやらせてます。どうしてやらせるんですか？あ、そうですね、いい質問ですね。ありがとうございます。ですね、今はあんまりそのこう動きがないですけども、60年70年の頃は随分と右翼左翼いっぱいあったんですね、動きが。で、もともとはその左翼が、まあ、共産主義者というか日本の革命を起こそうとしていると、そういう連中を取り締まろうと。ところがそれに対する反対して右翼の方もそのいろんなテロをやったり事件を起こしたりするんで、そっちの方も取り締まらなきゃいけないというんで右翼担当もできてきたと。で、ところが今平和になるとそういうのないんですよね。全然左翼もデモやったりしてないでしょう。で、また右翼のテロもないでしょう。だったら公安警察をその廃止しちゃってその皇室警察になるかなんかすればいいんですけども、一旦できたものはそのずっと生き延びようとするんですよね。で、公安警察はなんとかそのいろんな毎年いろんなそのこう調書みたいなの出してますけども、右翼左翼は今は全然その動きがないように思えるけども、実は中国またロシア、それからまたアルカイダだとかそういうイスラムだとかそういうのと秘密につながっていて、日本で危ないその活動をしている。右翼も一人一殺を考えてテロを考えていると、そういうふうなことを言ってるわけですよ。ちょっともう妄想の世界入ってますかね。あ、そうですね。これでももうマッチポンプにしなんかそういう自分たちでなんすかね、仕事がなくなったら予算も減らされるし存在意義もなくなってしまうから、はい、それで自分たち作り出していくっていうことが行われてると。で、自分たち仕事を作り出しているんですよ。まあ、そういうふうに言うといいことのようですけど、全然ひどい話ですね。というのは僕らもね、随分とその影響を受けたんですよ。というのは右翼例えば鳩山さんが、あれ小沢さんでもいいけども、なんかそのどこどこで講演会やる、こういうことやってる、そして右翼がさまたま来ることあるんですね。そういうところ全部右翼が知ってるかというとそんなもないですね。誰か教えてるんですよ。公安も教えてるんですよ。いいですか、僕、はいはい、すいません、僕がいるところにも結構右翼の皆さん来てくれるんですね。黒いバスってターちゃんかわいい、ターちゃんかわいい言うて、で、一回鹿児島にも原発ありますから、はい、で、鹿児島の仙台原発に関するイベントがたまたま鹿児島の、中心地であったんですよね。公園でデモ的なことが、で、私何の予告もなしに周りにも言わずに飛び入りしたんですよ、勝手に行って、で、飛び入りして何分後かしてから右翼の車が来たんですよね、これって連絡入ってますよね、おそらくね。
それが公安側 の連絡があったっていうような、そういう話ですよね。そうですね。だからあの地元の団体にやっぱりあの公安があの行ってるんですよ、しょっちゅう。それで今度山本が来るんだ、あいつはその被告人だと、やっぱここでだあの 地元の愛国者が黙ってたらそのちょっと恥ずかしいだろうと、やっぱり何かやってられなくちゃと、そういうふうにやっぱり嗅ぎつけるんですよ。もう一個いいですか、はい、あとあの特にその原発が多く立地されているような自治体に行くと、やっぱり迎えてくれるんですね。あ、ターちゃん来た、ターちゃん来たって黒いバスで、はい、で、その際に必ずあの全国的に同じような、ものが見られて、要は何かって言ったら、夕方5時になったらみんな撤収するみたいな、はいはい、これ何なんですか、時給なんですか多分あの後打ち上げしたんやろな、やってやったみたいな感じでと思ったんですけど、なんか5時ぐらいになったらスパッてみんな綺麗にいなくなるんですよ。本当だったら出待ちするじゃないですか、そんだけ言ってるんだったらその市民会館から出てきたところをあいつっていうような話になるはずなのに、市民会館からまだ5時だったら出れないんですよ、私中で喋ってるから。1時間後、1時間待っといてくれたら僕と会えるのに、もう5時ぐらいになったらスカッて、あの役所みたいな話なんですかね、これ。それはちょっとプロ意識が足りないですね。本当だからずっと、待ってやるべきでしょうね。だからそれ、まあ右翼の人たちも昔と違ってちゃんと サラリーマン化してるのかもしれないですね。それとあとあの夜は別のバイトしてるのかもしれないですね。だからそのいつまでも山本太郎に かまってられないというのもあるんですね。ダブルワーク、トリプルワーク、それからね、あのいろんなその昔そのちょっと前までは 暴走族だとかヤクザだとか総会屋だとかやってたのが、右翼団体を作ると急にその担当が変わって先生先生と言われると、そういうことあるんですよ。だから気持ちがいいんですよ。今までこう暴力団だなと思ってその警察に怒鳴られてたのが、いきなりその先生このちょっとこの話を教えてくださいとか、それまた先生あの山太郎どう思いますかと来るから気分がいいわけですよ。でそれでね、さらにねこういうことがあるんですね。昔やってた方でその若いやつらでもその薬やったりしてる人いたんですよね。今はあまりないですけどね。そうすると薬で逮捕状が出ると、そうするとパッと公安が行って、いやー愛国者が覚醒剤に逮捕されたらかっこ悪いでしょと、だからちょっとほら共産党に突っ込みませんかとか、日教組に殴り込みませんかとか、ちゃんとこうやってくれるんですよ。でその時にその我々はその捕まえますから、そうしたら愛国者としてあくまでも捕まえると。それであの新聞には一切出ませんと、薬の話は。で裁判の中でそのちょっとその加算されるだけですよと。もし そんなことだったらね、多分その僕らってやりますよそうですよそれで、まあ、僕はその幸いにも薬をやったことなかったから、そういう誘いはなかったんだけども、ただ鈴木さんもなんかこう口だけで偉そうなこと言ってて、右翼から馬鹿にされてるでしょうと、だから共産党ちょっと突っ込みやすいかって、そんなこと言ってくれたと、言うと公安が、はあ、で危なくないようにすぐ捕まえましたと、やっぱり 1,2 年で出てくれます。そしたらそれで愛国者として名も上がるし、あいつは根性があると思われるぞ、でみんなにとって都合がいいでしょうと、そういう悪魔 の誘いがあるんですよ。怖い話ですね。あ、そうですね。だから僕はね、今までその右翼の人たちがいろんな事件を起こしたっていうけど、本当に右翼の事件だったのかなと思いますね。その貸しがあった、でさらにそのもっとね、こういうその裾野が下りじゃなくて、警備する方もどっかでそのわざとさせてるところがあるんですよね。例えば昔その三木首相が武道館から出てきた時に右翼の人にその殴られたのがあったんですね、知らないですか。あれだって両方とも
公安がついてるわけですよ。絶対接触させないでしょ。それを接触させたっていうのは、こう接触させた方が事件が大きくなるし、まさか殴るとは思わなかったから、いきなりこう声明文読むとか文句つけるとか、でそういうところでは右翼が抗議したっていう、そういうところでやろうと思ったと思うんですね。ところがいきなり殴っちゃったから、ああ大変だと思ったんですよね。それからその他にもいっぱいそういうのあるんですよ。例えば日教組大会やってるでしょ。それで右翼が来るでしょ。でもしその絶対邪魔させたくなかったら、相当こう遠いところで阻止すればいいわけじゃないですか。ところがね、会場まで行かせてるんですよ。でそれでさらにその車を降りてその抗議声明を読んだりさせてるんですよ。でこれは僕はその前、相当前の日教組の委員長だった森口さんと一緒に、あの月刊の論座で対談させてもらったことがあって、その時聞いたんですけども、彼はその時にその右翼が来た時に応対する加害だったらしいんですよ。そしたら警察はちゃんとそこまでさせてどう排除してくれないわけですよ。ちゃんと入れてくれるわけですよ。それでそういうセレモニーさせてくれると。それで右翼がお前たちらが国民を騙してどの子のって、でそのみんなに迷惑かけてるじゃないですか、お前たちの方が迷惑かけてるんじゃないかってさ、いやちょっとダメです、反論しないでくださいと、言うことだけで言ったら帰るんですからって、パッとこう公安が止めると。それでなんかさらにね、なんかこう話を聞こうとすると止めると。だからあくまでも退出させたままでお別れさせると。それではそのでそういうふうにこう、じゃあな話し合って仲良くしたらいいかといったら、そういうことはさせないわけですよ。でその退出させたままで、でそれでギリギリまでその近くまで来させてやらせると、そういうものを作ってるんですね。だからそれがね、たまにこうアクシデントになるかもしれないと。でその僕はその別に人を殺したりその火をつけたりしたことないけども、ただ朝日新聞の記者が殺された赤兵隊事件ってありましたよね。あれではなんか主義主張が似てるっていうんで、僕はそのずっと犯人だと言われて警察から追われてたんですよ。それで本当はどうなんですか。やってないです。で時効直前になった時に僕の家がアパートが火をつけられたことなんですね。今までそれは全然公安とは関係なくて、なんか右翼の飛び跳ねたやつが来た、やったのかなと思ったらね、かなり違ったみたいですね。というのは僕は外に洗濯機を置いてたんですね。で洗濯機の中にこう油を染み込ませた新聞紙をでそれで燃やしたのを入れたんですよね。で普通だったら学校で理科で習うんですけども、酸素がなかったら火は消えると習いましたよね。だから多分そう思ったんでしょう、犯人は。それで次の日に脅迫状が来て、でそれも赤報隊の名前で来るわけです。で俺たちのことをその喋ってるじゃないか、だから殺すぞみたいな。でそれは多分俺が赤報隊とつながってると思ってるからだ。だから赤報隊をかばってるのになんでそんなことするんだと、火をつけようとしたんだと、夜で電話すると、あるいは抗議すると、そこを狙って逮捕しようと思ったんですよね。でもちょっと違うなと思ったのは、その時は全部警察がアパートなんかを警備してた、張り込んでたわけですよ。にもかかわらずその犯人が多分右翼でしょう、右翼の犯人がアパートの前に来たわけですよ。それは、警察の
がやらせたわけじゃないと思うんですね。ただそういう情報を振りまいているのは全部警察なんですね。だって警察はその前にはその赤包帯事件の犯人、この中に10人の中に必ずいるなっていうので、僕とか木村さん子とか、まあ、その顔写真入れて全部出てるんですよ。それをマスコミに全部、まあ、ばらまいてるんですよ。で、それで そういうの見て、あ、鈴木の野郎は許せないと、右翼でありながら最後のことをそのみたいなことやってとか、多分その思ったのかもしれないですね。それでこいつは何とか しなくちゃいけないと思ったんでしょう。で、そのこう警察が全部こう見張ってる時に私のアパートに入ってきた。で、警察としてはその鈴木に対して文句言いに来たんだろうなと。で、鈴木が出てきたらそれで言い合いになったら喧嘩になると。で、それでまた逮捕したらできるし、すごいと思ったんですよ。ところが火をつけて帰っちゃったから、ああと思って。で、酸素がなかったらその、火は消えると思ったんでしょう、理科で習って。ところがね、洗濯機ってのはやっぱりガソリンで出口してるから燃えるんですよ。で、それをわーっと燃えちゃって、で、さらにドアも燃えて、で、ドアのガラス戸も溶けちゃって、それで部屋の中でダーッと火が入ってきたんですよ。大変だったんですよ。もうよく出ていけって言われませんね、大家さんから。そうなんですよ。だからもう必死に謝って洗濯機燃やされたの1回だけですか？1回だけです。1回だけですか、でも洗濯機を燃やされてもね、全焼しそうになるわ。で、警察来たりとか右翼来たりとかっていうのは物騒なことになってます。それであとは消防車もしましたしね。で、大家さんは出ていけって話になんないんですか？ねえ、その良かったですねはい。鈴木さんの脇の甘いとこがあってですね、何十冊も本書いてるのに必ず後ろに自分の住所、電話番号書いてある。はい、そうですね。だから、普通隠しますよね。いや、だからどれだけ正々堂々と何かあったら連絡してくればいいよっていうことを言ってたら、洗濯機燃やしに来てくれますよねいや、昔のね、人たちは言論家だったりとか結構住所書いてるんですよね。だから私たちもその小さな勢力だったから、そういう仲間を増やそうという気もあったんですよね。だから脇の甘さじゃなくて、そういう確信犯なんですよ。でも今後悔してますけど、はい、で、あと、まあ、10分になっちゃったんで、学生で何かお二人に聞きたいことがどうしてもあるっていう人は手を挙げて、遠慮なし。自分と政治的な意見は全く違うけれども、何か尊敬している部分があるっていう人がもしいらっしゃれば、その方のお名前とあと本など有名なものがございましたら。僕はね、そのむしろ考えが違ってもその距離感がある方が友達になり得ると思うんですよ。右翼や左翼、あるいは宗教団体、それから市民運動、いや、みんな同じ考え方の人たちが集まって、それで何々をしよう、何々は出ていけって言って、それで気持ちいいと思うんですけどね。それだったら何も進歩がないですね。安倍政権はそのお仲間内閣だとか、お仲間だけでやってるとか言ってるけども、そういうふうに批判する左翼や市民運動もうみんなそうなんですよ。そうですね。で、人間はやっぱりいろいろその考えが違うから面白いんであって、僕はそう思いますよね。で、僕はそのなんかね、例えば三島由紀夫って人好きなんですけども、三島由紀夫が一番その尊敬して信頼してた人は誰かと言ったらば、三島由紀夫の近くにいたその保守思想家ではない人ないし、むしろ外国人のドナルド・キーンだったと思うんですね。というのは三島由紀夫がその1970年の11月25日亡くなったんですけども、その亡くなる前に前の日にいろんな人に手紙出してるんですよね。自分はそのこれで自決する方法だった。で、その時にね、一人だけ外国人に出したのはドナルド・キーンなんですよね。で、ドナルド・キーンに対してはね、ものすごくこう三島由紀夫のその全集の中で出てるんですけど、こう時々こう
冗談半分に三島由紀夫っていうのは魅力の魅に死です、あと悪魔の魔、それで由紀夫の幽霊の幽、そのことを書いているんですよね、自分の署名に。でそのドラム式に出した手紙はこれでとうとう三島、本当の三島由紀夫になりましたって、すごいなと思って書いてるんですよ。でそれはね、多分日本の作家だとか日本人に対して書いたら、ほら見たことがあって、すぐ発表されるでしょう。それを見たマスコミの人たちはやっぱり三島由紀夫は狂ったと、こういう変なことを書いてるようなだからダメなんだって言われるでしょう。多分そういうことを知ってて、ドナルド・キンは1年ぐらい放っておいたんですね。それで三島由紀夫の評価が変わる頃にそれを発表したんですね。そうするとあんなその極限状況の中でも三島由紀夫はユーモアを忘れなかったというふうにみんな思ったんですよ。それからまたドナルド・キンは外国人であるし、距離があるからこそお互いが話し合えたと思うし、でまた谷崎潤一郎だとか、川端だとかいろんな人たちの翻訳をやって、だからドナルド・キーンの翻訳がなかったら日本の文学というのは世界に知らせられなかったと思いますね、三島も含めて。そういう意味で僕はこれは距離があるからこそ入って信頼できる友達になれる関係があったと思うんですね。だ僕もその右翼の人たちがいっぱい、まあいい人も悪い人もいっぱい見てきましたけども、それよりは例えば全然敵だった審査翼の連合赤軍だとか、あるいはオウムの人たちだとか、自分が全くやらなかったことで、そういうところで人間らしく立派に生きた人だとか、そういう人たちに対してやっぱりものすごく友情を持ちますし、またそういう人たちに実際一緒に運動をやろうと言われたこともなかったからかもしれないですけども、理解できるところが多いですね。はい、三島もドナルド・キーンも読んだことない私なんですけども、お答えするとしたら、全く考え方が違う人で誰かっていうことに関しての答えは浮かびません、ごめんなさい。けど、考えてみたら自分と親とか自分と、兄弟、自分と恋人とか自分と友達っていう関係性、近い関係性であっても 100% 1ミリもずれずに同じ考えなんて人いませんよね、普通に考えて。だから違って当たり前だっていうことだと思うんですね。で、なんやろな、100個考えてることがあって答え合わせをして、その中でも1個だけでも合ってたらその1個でつながりゃいいじゃないかって話だと思うんですよね。でそこら辺を上手にやるのが今の政権党なんですよね。もう金だったりとか地だったりっていうところでバチッと逃走するんですよ。右向け右って言ったらもう解除されるまでずっと右なんですね。それってある意味羨ましいなと思うんですよ。でそうじゃない組織化されていない市民たちの運動であったりとかっていうのはもうそれぞれがリーダーなんですよ。逆に言ったらめんどくさいんですよ、はっきり言ってね。だってそれぞれ言いたいこと言ってああもうやめたって人も出てくるし、なんやねんみたいな話はあるんですよ。それは向こうに勝つのはちょっとなかなか、すぐには無理だろうなっていうか、一筋縄ではいかないような人たちが集まって世の中を、変えていこう、まあ、これでも考えてみたら当然のことで、そんな別に上下関係もないし利害関係もない人たちがつながってより良き世の中に変えていくためには、そういうダイナミックな動きで、なんやろな、寛容な心というか、その相手を受け入れる、自分を受け入れてもらうためにも相手を受け入れるっていうような作業が必要なんだろうなっていうふうに思うんですけど、で、ちょっと質問からはずれるかもしれないですけど、全く180度違った考え方でこの人っていうわけではなく、所属している政党という意味で、自民党の中にも私尊敬している人がいまして、村上誠一郎って方がいらっしゃるんですけども、愛媛の方なんですね。村上水軍の末裔だみたいな話もあるんですけど、この方は特定秘密保護法で安保法みたいな形で、要は憲法違反につながるような法律に関して自民党でただ一人反対し続けた。
これすごい難しいんですよ。どうしてかっていうと、安倍さんが言うことに反対党内でしたとしたら、次の選挙の時に、公認もらえないんですよ。公認もらえなかったら、組織も動かないし、お金も下りないってなったら、もう次交代ですね、あなたクビですねって話と等しいんですよね。だからその組織の中で反旗を翻すっていうのはよっぽど勇気のいることなんですけど、だけど誰のために仕事してるんだよって話ですから、国民のためにこの国に生きる人々の代理人として仕事をするっていう意識を一番持たれた方なのかなっていう意味で、村上誠一郎さんって方、特定秘密保護法の、その彼が反対した次の日か何かに直接お部屋に行って、いらっしゃらなかったんですけど、尊敬してますっつって、秘書の方に お伝えくださいって言ったことを覚えてるんですけど、でもそういう方も、ここに取れてるんですか、村上さんですか、多分もう一番強いんでしょうね、おそらくね、その地域の方の中では。だからちゃんと自分自身の地盤があって、選挙区の人たちとつながって支持されてる方は、そのあまり気にしなくてもいいことなのかもしれないですね。その党の代表の意向に反対しようが、でもあれだけ大きい政党でその反旗を翻した人がたった一人しかいないっていうことが輝く理由なんですけど、逆に言えばそれちょっと絶望的な話でもあるかなと思うんですけど、すごい勇気のある方だなと思いました。すいません、長くなって。他にありますか。最近いろいろなんかそのお話聞くたびに、そのなんか疑わなければならないという意識を感じるんですけど、なんかそのでさっき山本さんがおっしゃったように、アートでその政治的なことで何か訴えることができるっていうことも分かっているんですけど、なんかそのためにはなんか自分が変わらなきゃいけないなと思って、なんかこう常に自分がアンテナを張り続けていなきゃいけないっていう危機感みたいなのを感じるんですけど、なんかこうニュースを朝ニュースをもっと見てると不倫のことばっかりやったりとか、なんかこう家族はなんか社会の中でせこせこ働いてたり、なんかそのアンテナを張ってなきゃっていう部分ですごく空回りしてるというか、なんかいいアドバイスを聞けたらちょっとお伺いしたいです。すいません、チャイムになっちゃいましたけど、じゃあ端的にお答えするとするなら、社会的なことに興味持つって結構ハードル高いと思うんですよ。どうしてかっていうと、毎日の生活があるじゃないですか。例えばそれに加えて働かなきゃいけないとかってことも加わっていったら、長時間労働で疲れ果てた中で世の中のことまで考えるってちょっとハードル上がると思うんですよ。でもこの国でそういう働き方はすごく増えていっているから、やっぱり政治離れっていうのはどんどん進んでいっているのは当然のことだと思うんですね。で、でもこんな面白い劇場ないと思うんですよっていう感覚で見る、作品として。政治っていう場もアートとして捉えて見ていくと結構ふざけた感じが多いんですよ。例えば北朝鮮の問題でもこれマッチポンプなんですね。でどういうことかっていうと、北朝鮮が騒ぐ、アメリカと喧嘩する、結果どうなるかって言ったら軍事産業を設けるための入り口になるんですよ。でアメリカと北朝鮮が散々ね、罵倒し合ってというか、もう怒りの炎でとか、ちょよくわかんない、なんか安物の例えみたいな感じでね、やり合ってるじゃないですか。でこの1週間ぐらいの間に、トランプ大統領がツイートした内容が、日本と韓国に対して最新鋭の武器を、アメリカ製の武器を買うことを許可する的なツイートしてるんですよ。はぁーみたいな、要は放火魔が消火器買えへんか言うてるのと一緒なんですよ、これ。いや本当に。で結局テレビで見てる分には、一方的に北朝鮮がね、ちょっとおかしな国家、ちょっとクレイジーなやつらが、ミサイルを撃ちで、核実験をしっていう、その側面しか映されないんですけど、じゃあ向こうにも向こうの言い分あんだろうよと普通に思うわけじゃないですか。ただのクレイジーな集団じゃ、ただのクレイジーだけじゃやっぱりやっていけないから、向こう側も大義名分ってものを出さなきゃいけない。じゃあ何なんですかって言ったら、アメリカと韓国が合同で軍事演習をし続けていますと。これに対してやっぱり脅威に思ってるっていう部分がある。だからこれをやめてください。これをやめることによって私たち核実験をやめますっていうような取引も過去にはあったんですよね。だから向こう側にも言い分があるんだと、でもこっち側にも言い分があると。だったらこれを解決する場所って対話しかないよねって、これ外交って言いますよね。
で外交の失敗が戦争につながるわけだから、戦争を煽り続けてるけれども、一番重要な対話という外交の道が全く示されていないってことが、この劇場の何やろうな、当たり前の話なんだけど、当たり前のことが当たり前のように言われていないっていうのが、一番この劇場の中、何やろう、種明かしをせずにずっと悪者といいものとの完全調和みたいな形で、でも結局そこは、軍事産業に金が流れるっていうシステムの間で踊らされてるんだなっていうふうに見れたりとか、世の中を知らなきゃ、世の中を何とかしなきゃっていうふうになると、かなりストレスの部分もあると思うんですよ。だから劇場の一つとして捉えて、それを、あ、こういうことなんだなっていうふうに自分の中で解釈したりとかっていうふうにしていく楽しみ方に転換していけば、もっと近くなる可能性があるんじゃないかなって、ごめんなさい、なんか中途半端な話で、なんかそんな感じ、すいません。時間が来ましたので、どうもお二人、どうもありがとうございます。すいません、本当にだらだらと喋っちゃってありがとうございました。まあ、確認ですけども。